はい、いつも動画ご覧いただきありがとうございます。感謝してます。そして今日は皆様に報告がございます。私が55歳のチャレンジ、55歳、去年の12月30日に、55歳になったんですけど、それでこの1年間で、YouTube チャンネル登録1000人を目標に、去年の12月に始めました。それでなんとまだ今年、56になってないこの1年間のチャレンジだったんですけど、3月かな4月に1000人を突破して、なんとこの度2000人を突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこれもう皆様の感謝感謝感謝でございます。本当にもう感謝でしかありません。それでこの55歳の無名のおっちゃんのこの YouTube 始まったんですけど、これ大きなきっかけがありました。昨年にリバティーウォーク、リバティーウォーク愛知県にある中古車屋さんで始められた社長さんとお会いしました。加藤社長さんという方なんですけど、その方とお会いしてすごく刺激を受けてすごく元気をいただきました。それで、その方も車のカスタムが好きで、もともとケンメリ、自分のスカイラインケンメリね、旧車に乗ってて車高を下げたりとかオーバーフェンダーつけたりとかカスタムペイントしたり、してた方なんですけど、今ではなんともう世界で有名な人になりまして、それで車高端もずっと貫いて、そしてオーバーフェンダーもずーっと貫いて、やってきた、その方と昨年出会いました。それで、私のなんていうんですかね、今までこうくすぶってたカーライフ、今までこうここにこうくすぶってた私のカーライフ、それに火がボッとついたような感じで、それで私はずっと以前から中学校1年の時からオートバイ乗ってました。オートバイ乗ってましたって道で走るんではないんですけど、中学校1年の時に、親父が動かない当時ダックスっていうバイク、ダックスっていうバイクを持って帰ってきてくれました。それで、親父がこのオートバイは動かないから、このオートバイが動くようになったら田んぼで走っていいよっていうので、それで持って帰ってくれました。もう動かすっていうのがもう全く分からなくて、それから親父が仕事を帰ってくるたびに教えていただいて、キャブの掃除とかいろいろやって、それでまあ何日か後にエンジンがかかるようになりました。でそこで、僕のお父さんは道で走ったらあかんよ、人に迷惑かけたらダメだよ、けど田んぼで走るんだったらいいからねと言って、それがもうバイクとの出会いでした。それでずっとバイクに乗って16歳の時、400cc のバイク乗ってました。その時にはもう暴走族って言われてました。暴走族ではないんですよ本当に、けど暴走族と言われて、でずっと乗り続けて、22歳の時にいい趣味やなって、結局自分のやってることは全く変わらないんですけど、周りの見る目が変わってきて、で30歳になったらそれいいなとか、もう周りがどん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 言ってくれるようになって、こう55歳今では来やすいねとか言って、まあ私にとっての来やすいねは褒め言葉と思ってますので、そういう言葉もいただけるようになりました。それで継続は力なりでずっとオートバイも楽しんでたら周りの見る目が変わって、暴走族からいい趣味やなっていうふうに変わってきました。それで車なんですけど、唯一私がしてなかったのは、18の時に免許を取りまして、いきなり車高端して、当時はちょっと車高を下げるっていうのはもう1センチとか2センチもう今で言ったらもう全然下がってない状態なんですけど、それでも警察に捕まりました。これ車高下がってるね、直して持ってきなさいとか、そんな感じでもう1センチ2センチでももう警察に言われるような時代で、それで、車もフェンダーミラーって分かりますかね、ボンネットの先の方についてるミラー、あれをドアミラーに変えるだけで警察に捕まってました。そんな時代だったんですけど、まあ懲りずにずっと車庫端していって、まあ何度かお巡りさんにも怒られたんですけど、まあ今では車庫はね下げても大丈夫な世の中になりました。それでその時唯一やってなかったのがオーバーフェンダーなんです。昔トヨタの
あのレヴィンとかトレノ27レヴィンとかトレノって言うんですけど、それにはこうオーバーフェンダーがついてたんです、昔ので。それあのオーバーフェンダーすっごくいいなと思って、ずっと憧れていて、結局オーバーフェンダーだけなんかもう自分が封印したような感じで、それで車はいろいろ乗りました。もうクレスタとか、例えばランサーターボとか、それとか BMW、ベンツ、もういろんな車に何十台も乗り換えてきたんですけど、唯一やってなかったのがエアサスとオーバーフェンダーだったんですけど、それで加藤社長と出会って、それで今からでも遅くない、今からでもやろう、最後の、免許証返納までのカーライフは加藤社長と同じことがしたいって思って、私は加藤社長をずっと見るようになりました。それで、まずはGTK コペン、リバティーウォーク、加藤社長はリバティーウォークの社長さんで、リバティーウォークがカスタムする、コペンをカスタムするこうエアロキットを作ってるんです。それでまずそれを加藤社長から分けて譲っていただいて、それで自分コペンを買って、自分でつけて、自分で色塗って、全て、やりました。オーバーフェンダーの購入も全部取りに行きました。それで加藤社長がやってきた、すごいこと、大変なこと、ここまで認知させるのはすごいことなんだなと思いました。それで、その時にまだやってなかったのがあれです、エアサス、エアサスでペタってフェラーリとか GTR とか加藤社長はペタっとつけてたんですけど、そういうのをやりたかって、それで、私の NSX にエアサスをつけました。これも YouTube の方に掲載させていただいたんですけど、こんな感じで、加藤社長がこう辿ってきて、けど方は自分で手探りでやっていたので、すごいなと本当に思います。自分はただの中古車屋のおっちゃんっていういつも謙遜なされる方なんですけど、本当に芯の強いすごい、立派な方と、もう私はもう尊敬できる方です。私よりほんで、年は 3つぐらい下だったのかなと思うんですけど、それから年の話になって社長って逆に僕のこと言われて、あんたにもう恐縮ですっていうような感じなんですけど、そんな感じで、私の55歳に始まったこの YouTube と、また第二のカーライフ、バイクライフっていうんですかね、それでちょうどYouTube を始めていろいろやってたら、息子がバイクに興味を持ったのかな、もう二十歳過ぎてるんですけど、バイクの免許を取りに行くということで、でバイクの免許を取りに行きました。で、免許も合格して、あちらにあるゼファ、400回っていうんですかね、それを購入して、それでまた私の YouTube の動画にも出ていただいて、本当に息子にも助けられてます。それで家族全員に助けられて、この1年というかこの半年 YouTube 成り立ったかなと思います。それとまた私の会社のスタッフも、私が会社に出る時間もやっぱり撮影とかいろいろあって、もう出勤する時間ももうバラバラになって、それで、それでも私の会社とか店を支えていただいているスタッフの方にも本当にもう感謝してます。それで、なおもこの55歳のおっちゃんの、この無名のおっちゃんのこの YouTube チャンネル登録2000人オーバーの方がしていただいて、もう本当にこれカメラ回ってなかったら涙出ちゃうぞっていうぐらい、ほんまにもう皆さんにも感謝でいっぱいです。それで動画もね、始めた頃はこうやって、これ今これ9分ぐらい喋ってるんですけど、もうとてもでないけど、普通に人と話すのは別に1時間2時間でも喋れるんですけど、カメラが回った途端こうとか喋り出して、途中で頭が真っ白になって、例えばバイクのことを紹介したいのに、バイクとか言ったり、初めはね本当になんぼ30秒しゃべるのに、もうテイク10とかテイク20とか何回も撮り直ししたりとか、もう本当に人前でしゃべるよりこのカメラの前でしゃべるっていうのがめちゃくちゃ難しいなと。それと今もまだ全然ダメなんですけども、表情がねもう硬い、もうガチガチになって、そんな感じで始めた YouTube だったんですけど、その初めからずっと見てていただいて、チャンネル登録もしていただいている、本当にありがたい限りです。
まあ、いつも言ってるんですけど、芸能人の方とか有名な方が YouTube 始めたら1日で1000人とか1万人とか、あで10万人突破しましたとかなってますけど、この無名の55歳のおっちゃん、本当に私にとってはもう100人200人っていうのがもう快挙の数字で、それで本当にもう全然もう雲の上みたいだったんですけど、1000人達成して、で今回2000人、達成することができて、本当にもう皆様にも感謝でしかありません。それで私のこのようなYouTube の動画なんですけど、バイク走ったり車カスタムしたり、いろいろチャレンジ、このガレージで、私の日々の楽しんでることをしかアップできないんですけど、そんな感じでこれからもなんかこのすごく生活のルーティンみたいになったので、これからも YouTube ずっと続けていきたいなと思ってますので、本当に、これからも皆さんよろしくお願いいたします。それで今日は55歳のおっちゃんの喋りだけの動画になりましたけど、本当に最後まで、ご視聴の方いただきありがとうございます。これからもこのおっちゃん頑張りますので、よろしければいいねマークとか高評価大好きなんでよろしくお願いします。それとチャンネル登録もしていただければ幸いでございます。てなわけで、この喋りながらいろんな動画も見ていただきましたが、こんな感じで私の動画作っていきますので、よろしくお願いいたします。てなわけで次の動画でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。